ペトペトさんは、木村渡るによる日本のライトノベル、イラストを歩ぐ。2005年7月から10月上旬にかけて、ペトペトさんと、さよなら、ペトペトさんを原本にした UHF アニメが放送。また、マジキューによる連載や企画も展開された。作品は、人間と妖怪が共存する田舎町を舞台に、この住民の日常生活を描く。妹が多いとされ、 女羊の里と呼ばれる鮎川町の中学校、大曲柿峠中等教育総合校に転校した女子中学生ペトコを中心にストーリーを展開する。物語の舞台は山河に囲まれ、工場と山寺が豊富にある鮎川町。この町の多くに存在するのは妹で2子以上を持っている家庭の第2子以降に出産する。 性別の10割が女児で統計を取り始めた1920年以降、普遍の数字を誇っている。それだけしか取り得のない、この町の名物イベント、ミス読ミの里コンテストが毎年行われる。参加資格は、町内在住、未婚、兄、もしくは姉がいる女性。最近は、特定種族の参加も可能になった。神奈川県にあるという設定。 2005年7月から同年10月まで独立 UHF 局キッズステーションにて放送された。ゼベック M2 が初めて制作を主導した作品で、ゼベック M2 とジェンコが組んでの制作も今作が初めてである。この組み合わせは後に2007年4月より放送される、ひとひらでも実現した。DVD は全7巻がリリースされている。第1巻は初回のみ。 プロモーション映像などの特典映像ディスクが付属する2枚、組仕様のほか、木村渡るの書き下ろしミニ小説とポストカードセットを掲載したブックレットが配布され、第4巻には初回製造特典スペシャル CD r o m が付いてきた。ありがとうございます。